今日はね、オンラインビジネスっていうか通販のことをちょっと先にお話ししていきたいと思うんですけれども、まあ通販を始めるときに必要なものっていうのはもうとにもかくにも集客というか、人がいればもう何でも売れるわけなので、人を集めることが先で、そこで後からもう売るものを考えてもいいんじゃないかって私は思っていて、逆に私の場合はその2008年からブログを書いていて、そこに読者がたくさんいることによって、そこに物を投げたからすぐもう8ヶ月くらいで3000万円くらいパンと売れたと思うんです。だからもう最初に皆さんがもう準備、準備代か副業でも何でもそうですけど、準備する段階で一番必要なのはもう集客、お客様、見込み客っていうのが、まあ、どのくらいいるかによってもう売れる売れないが変わってくるし、またその集めた見込み客ないし、まあ、コミュニティの中の人たちがまあどういったものを求めているかによって商品の選定も変わってくると思うんですね。なので、まあそういった人たちに売れる商品をまあ後からつけるんで全然間に合うと思うんです。それから通販サイトっていうのは本当にもううちも全然お金のかかってない、もう月1000円とかしかかけてない通販サイトで売り上げガンガン上げてるので、それなんで通販サイトもそんな100万円とかかけて作る必要は全然ないですから、本当にフォーマットが、ショッピングサイトのフォーマットがあって、そこに写真を入れて、説明を入れて、値段を入れて、送料とかね、ここから送る送料とか、そういったものを入れるだけでもすぐ明日からでもできるので、そういった意味で通販サイトもそんなにお金をかける必要はないんじゃないかなと思うんですね。そして定期購読とかリピートとか、そういったその、一度買ってくれたお客様に、まあ、何度も何度も買ってもらう、で何度も何度もお金を落としていただくっていうようなシステム作り、仕組み作りっていうのがまあちょっと難しいかなと思うんで、まあ、ここにうちは結構力を入れました。そして顧客リストをもうどれだけ集められるか、 E メールリストがもうどれだけ集められるかによってもう本当にマーケティングの仕方が変わってくるので、とにかくこの4番と5番っていうのにすごくうちは時間をかけてやりました。で、どういう通販サイトにするかっていうので、もう単純に、まあ総合通販と単品リピート通販っていうものがあると思うんですね。でこれは本当に大手さんなんかではやっぱりカテゴリーを分けて、ジャンルを分けても3000商品とかね、5000商品とか載って、その中で、まあ商品を売っていって、一人当たりの顧客の売り上げを上げていくっていうような形で作るのはまあ大手さんがやったらいいと思うんですね。で私たちみたいな小さい会社だったりとかする場合は、やっぱり単品で気に入っていただいて何度も何度もリピートしてもらうっていうような通販サイトを作るのがまあ硬いんじゃないかなと思っているので、なんでまあお試しに、例えば無料サンプルを差し上げますみたいなもので、 E メールリストをどんどん集めていって、そして一回買ってもらって、でリピートのお客様にして、定期購入にしてっていう風にして、何度も何度も買っていただくような通販サイトを作り上げていくっていうのが小さい会社で始めるにはいいんじゃないかと思うんですね。なのでまあ商品っていうのはまあどういったものを探したらいいのかと思って、まあたまたま昨日なんですけど、日本から10名ほどお客様を連れて、アナハイムのナチュラルプロダクトのエクスポに行ってきたんですね。でそこで皆さん売りたい商品というか、日本未発未入荷の商品を探してもらって、でそれを実際どうやって輸入したりとか、どうやって、まあ、薬事の問題とか化粧品とかありますから、今回どう一緒のパートナーの中に薬剤師を入れて、でもその場でこれ薬事でダメだからとか、これはこういう風にすると入れられるよみたいな相談を受けながら、まあ日本から来ていただいて2泊、まあ、2日間のセミナーをやったんですけれども、その中でもやっぱり売れるものを選ぶときにやっぱすごくやっぱポイントがあるなと思っていて、どんなものを、まあ、特にまあやっぱり自分が得意なものを売ってもらうのが一番いいと思うんですけれども、自分が好きなものを集めて、例えばショッピングサイト作ろうとかって思うと、自分が好きなものってあなたしか好きじゃありませんからっていう感じなんですよね。世の中の人は別に好きじゃねえって感じで、そうするとやっぱ同じ双子みたいな人じゃない限り、それがいいと思ってくれる人はどのくらい世界にいるのかって考えていくと、やっぱり自分の好きなものっていうのは 何気に、まあ好きだけど売りやすいかというと売りやすいものではないと思うんですね。なので逆にその売れているものを売るっていう場合もある、今流行ってるものをいつもいつも売っていくっていうのは、やっぱり今流行ってるものだから人が探しているので、まあ、勝手にこう入ってきてもらえるっていう意味では、今売れているものを売っていくと、
まあリスト的には取りやすいと思うんですね。だけれどもやっぱりこう逆にブルーオーシャンと言われてニッチなものでまだこう目新しいものとかあのアメリカで流行り始めたものとかあと、ちょっとなんていうのかな昨日もそのナチュラルプロダクトであの医療用タイマーの入っている商品が今すごいアメリカブームじゃないですか。だからやっぱそれがすごくまあ効果も高いしあのそれを導入したいんだけどやっぱ日本だと輸入許可の問題とかその薬事の問題とかでいろいろ表記の問題とかがあってまあ出せなかったりとかするんです。なんでまあその目新しいなんか日本より2年も3年もちょっと先のものっていうのはまあちょっとそのまあニッチなマーケットではあるけれども先にまあ手をつけてまあ売っていくかっていうものによってまああのブルーオーシャンでまあ変わっていく場合もあると思うんです。それからその店舗に来れない人が買えるっていう意味ではもうその店舗にあるもの売れてないものを例えばそのそこに売っていくっていう意味では通販サイトを作っている方たちもたくさんいらっしゃいますし、だからね LA の商品とか、まあ、他の国の商品でもそうですけど、まあ、皆さん実際に来てもらって買ってもらうっていうのは本当にごくごくわずかなパーセンテージなので、でまあハワイなんていうのはやっぱすごいラッキーだったなと思うのはやっぱ年中年中来る人が多いじゃないですか。一日の観光客もすごい多いし、で年間にそのハワイ好きっていうのでもう3回とか4回とか来る人とかもいるから、そうするとやっぱりリピーターの確率としては他の土地よりもやっぱりいい場所ではあったなとは思うんですね。なんでまあそういった意味でもまあまあ、店舗で、まあ、実際にあの、ね、LA には年に1回しか来れないけれども LA の商品買いたいという人はたくさんいると思うので、まあ、そういった人たちに売るということができると思うんです。それから、まあ、あのセミナーとかこういった講座を売ることもできるし、あとアイデアを売ることもできるし、サービスを売るっていうこともできると思うんですね。で実際に人っていうのは、まあ、人あの欲しいものしか買わないわけで、あんだけもういろんな商品が飽和されている中で、まあ、なんでまあ、あなたのところで買わなきゃいけないのっていうようなことも意味も含めて、ね、やっぱり売れるものしか売れないので、海外から